こんばんは寺島なおまです。サさんとっても嬉しそうですね。今日は大好きな加山雄三さんの話できるもんね。ああそうなの。うん、もうねサダさんといえば加山雄三さんですから。まあ僕といえば加山雄三さんだろうね。<laughs> <laughs> うやっぱりね。はい私も非常に楽しみにしております。そうですね。はい時代を超えたいいもの再発見始めましょう。<music> 佐だまさし、時代を超えて。佐田さんに、加山雄三さん、語っていただきます。はい、早速なんですが、佐田さん。もしも、加山さんと出会わなかったら、出会わなくても、加山さんの歌は聴いてるだろうから。はーはー僕はやっぱりそこに刺激されましたもんね。えー、ギターっていうのは、加山さんと。加、えー、山さん、エレキだったですけど、フォークギターはやっぱり、ポール・サイモンでしょ。はーはーこれ、同じ時期ですよ。えー、ちょうどビートルズが、 えー、来日した1966年ぐらいに、か山雄三ブームと、それから、サイモンとガーファンクルの、えー、サウンドオブサイレンスが、話題になったのがちょうど1966年ですよは<ー>、まあ。中学2年生で多感な時期でね、えー、下宿で、えー、あの夜何もすることもなく、ラジオばっかり聞いてましたからね、これはね、か山さんに憧れましたね。15歳上ですから、かやさんが。<ー>当時29歳。 私14歳。いや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 。ラジオでこう聴いてて、うん、ふっと加山さんの曲が流れたんですかあそう。で、自分で曲を作ってるっていう、その当時はね、やっぱり平尾正明さんとかおられたけど、やっぱりこの手のなんかポップな感じのものを自分で作曲して歌ってる人ってね、ちょっとかっこよかったなうん。A6 ス中村八大は自分じゃそんなには歌ってないんで、か山さんかっこいいなと思ってね、 俺もなんかこう、歌を作って歌いたいと思ったね。ってことは今の話聞いてても、そのシンガーソングライター、はいうん、今では当たり前にこういうね、表現がありますが、加、うん、山さんと言っても過言じゃないくらいですかまあ、もうさんいなかったらギターも弾いてないかもしれないね。はあ、だからもう、自分で歌作って歌えば、加山雄三ぞみたいにかっこいいと思って、自分で歌作って歌うようになったら、 歌を作って歌うのがかっこいいんじゃなくて、あれは香山さんがかっこよかったってことによく分かったけどね、気づいたけどね、後になってね。さださん、<う>ラジオで香山さんの曲をお聞きになって、まず楽曲かっこいい。そしてね、うん、え師、ー、も自分で作ってる。うん、テレビで改めて香山さん見た時の衝撃ってどうん、明るい、明るい。もうなんかね、こう、あ、明るいな。あ、なんか、輝いてるな。であ、この人な、ど、何してる人だろうと思うじゃない。はい、歌手だと思うから。 そしたら、赤髭には出てるわさ。もうとにかくすごいんだもの。うん。なんか、椿三十郎には出てるし。この人、俳優なんだ。え、なんでもできるんだ。若大将シリーズでしょ若大将シリーズだもの。さださんと15歳違って、はい、まあその時、さださんが中学2年の14歳の少年だった時の29歳なんで,、ね、ですよ。2これどういう、やっぱり大人って感じですか いや、もう、こんなお兄ちゃんいたら、最高だろうなって感じ兄貴って感じ、まあこんな兄貴いたらかっこいいだろうなと思って、本当に僕はもう、京南大学へ行こうと思ったもんね、この頃ね。<laughs> それはね <laughs>、うん、え、<laughs> あの、アメリカンフットボールやろうと思ったもんね。作品の中ではそうだったんですけどね。そうそうそうねあの。ね、ええ。 儲かったら必ず銀座のきゅうにすき焼きを食べに行こうと思ってたもんね。<laughs> えそれどうしてもこの映像にものすごく感化されてた。うん。若大将シリーズはあれドキュメンタリーだったから <laughs> 僕らにとってはね。<laughs> だから一つ不満だったのはあの、星ゆり子さんが演じるすみちゃん。はい。嫌な女ですよ。で、俺それ一つだけ気になったら、カイさんどうしてこんな女がいいんだろうって。<laughs> こんな思わせぶりなね。 なんか、向こうに着いたり、こっち着いたりするような、こんな、どこがいいんだろうと。それだけは、子供心に、一つ、加山さんは、見る目がないなと思ってましたよ。なさださんの世界では、もうまさに若大将の現場は、現実だったっ。現実に決まってるじゃないですか。あの、京南大学がないと知った時のあの、絶望感。もう、もう、バイオリンを捨ててでも、もう、行ってやろうと。うそうです。 <laughs> もう、これはもう、京南大学でアメリカンフットボール。当然でしょう。思ってました、ね <laughs> そ。それまで指を大事にしてたのに。<laughs> もう関係ないですね、そうなるばね。でも、田野球もないって知った時の、あれはちょっとね、言うに言えないショックだったね。<laughs> ああ、銀座の田野球に行くっていうのが、ステータスとして生きていこうと思ったのに、その店はありません。 嘘つきだなぁと思ってね。そそれからもうあの、大人の言うことはあまり信じなくなりまそうですか。はい、ってことは、香山さんからいろんなことを教えてもらったってことなんですね。そうですよ。えー、あんなね、オープンカーなんか乗り回してる大学生なんているわけないのにね。<laughs> あの、青大将がね。ええー。パパがさ、とか言いながらさ。田中国さんが。そう。ええー。パパがね、とか言いながらなんか、 好きだったな、俺は。大大将。代表いやー、もう、どっぷりと使ってたっていうのが今のお話でもわかりますけども。そうです。だからもう、さださんからしてみると、兄貴だったんですね。兄貴ですよ。兄貴。ええー。もう、本当憧れの兄貴ですよ。ギターは弾くし、映画スターだし、歌は歌うし、ヒット曲いっぱいあるし。<laughs> あんないちょっと、ないよな。だからなんか、そうね、今の若い子が、大谷翔平を見る感じだね。 これはないだろうと。ピッチャーで9勝も上げて、ホームランも50本近く打って、<laughs> それはないだろうっていう感覚よ。<ー>僕にとってみます。かやまよです、ね、大谷翔平でした。ああ、今の例えはわかりやすいす、ね。わかりやすいでしょ。ねそのぐらいあり得ない人だった。え、そうだったんだ。はい、で、ちょうどか山さんが1966年僕が中学2年生の時に発表した歌が、はい、旅人用ですよ。佐田さんの青春の一曲、改めてご紹介ください。 加山雄三旅人よ。先ほどさださんからもお話ありましたけれども、加山雄三さんのこの音楽、そして、えー、このテレビで、もしくは映画でですね、うん、映像で確認できたのが、14歳の時。14ですね,ね。もう兄貴。兄貴ですよ。ええー。で、また、旅人よの歌詞がいいんだ。<ー>遠いふるさとにいる母の歌に似て、<ー>とかね、えー、君を夢を心に若き旅人よ、とか言われると、 なんか、ああ、頑張らなくちゃって思うよね。俺、若き旅人だったからさ、岩谷時子先生の詩って本当に何か、素晴らしいね。若き旅人ってのあの、下宿生活をね、うん、されてましたから、そう。まさに一人ですもんね。そう。ええー。赤い雲行く緑の草原とかさ、なん、か、緑の草原なんて早そ々うそう歩かないよ。そ,ね、そんなにないよ。今までも、阿蘇の草千里ぐらいだよ。<laughs> 緑の草原。あとはサバンナアフリカの。ケニアのね。はい、このぐらいしか見たことない草原って。それが想像できるんだもの。赤い雲が。ああ、もう夕方なんだと。ああ、すごいな。だ朝焼けなのかなとかね。想像させてくれたね。うん。だから、あの、青春でどうしても歌いたくて、僕のフォークの原点っていうのはやっぱり旅人よだから。フォークソングって言うと、か山雄三入らないだろうっていう人も結構いたんだけど、 いや、僕の原点だし、はい、どうしても歌わしてよって言って、これ入れることにしたの。えー、で、同じ年に、あの、空に星があるように、荒木一郎さんの曲が大ヒットしたんだけど、で、僕は、この旅人用を、生まれて初めて今回、メロを歌ったんですよ。そうでしょメインの歌手を僕やったんですよ。 いやあ、こんなに難しい歌だと思わなかったね。そうですか。だって、それまでは僕、カヤマさんの脇に立って、やがてって言ってるだけだったから、<laughs> しじまがーって言ってればよかったから。メインカヤマさんですからね。そう。えー、メインはカヤマさんだ、はいう。うー、うーん、うーんう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 んって言ってればいいよかった。えそれが、自分で、風にって歌わなきゃいけないときに、 こんな難しい歌だったんだなと思ってね、加山さんうまいなと思ったな明るくて、あんなに明るく歌えないのよ。あ、そういうものなんですかおおらかに。おお<ー>らかに、なんていうのかなこう、本当に吹いてくる風のように、加山さん、明るい風のように歌うのよ。あ、うんはあ、できなかったな僕は。これね、<laughs> 一番歌い直したかなあ、そうですか。一番歌い直したこの歌。ああ<ー>、もう自分の中で。もう嫌だや嫌で,で、嫌で。 もうこれ自分の歌った歌を聞くともう嫌で。で、またしばらく経って、別の歌の歌入れに行くじゃないはい。と、その歌はやるんだけど、ちょっと隙間があると、ごめん、旅人を歌い直していいへ<ー>またもうちょっと向こうも、あの、スタッフも気がついて、旅人から行きますか <laughs> って言ってくれるようになってね。<ー>いやー、これは歌ったなまあだからそれだけさださん思い入れがある。ある。で、まあ、もっと、 近づきたい。もっと自分の満足にこう近、う近づきたいっていう気持ちが強かったんですよね。強かった。あんな風に歌えなかった<ー>。で、この歌のね、置く位置も難しかった。曲順。<ー>曲順もすごく難しくてね、結局、2曲目に僕入れたんですけど、ここ以外に収まらなかったね。もうちょっと後に収めようとするとね、なんか浮いちゃうの。か山さんが浮いちゃうの。<ー>やっぱり、1966年の曲、 かからトントンと始めたたのが正解だったかな、はあ、今、さださんのお話聞いてるところ、はい、アルバムの曲順ってのも大事なわけですよね。アルバムって曲順ですよ、割と。<ー>アルバムの曲順はすっごく揉めますね、最後まで。僕が決めればいいようなもんだけど、スタッフも決めたいじゃない。いやー、この曲は最後でしょう、とかさ<ー>。言いたいのよ、みんな。<ー>今回一致してたねもう、翼をください、最後ね、みたいな。 で、空に星があるように彼行きたいねって僕は言ってたんで。まあ、旅人用は2曲目に置こうっていうまで何回か揉めた。これやはりプレー野球の打順とは違うんですね。まあ、プレー野球の打順っていうのはこう、点を取るのにこ、このバランスのいい並びがいいかなと。相手ピッチャーが左だったら、まあ左バッター。 ばっかり並べても不利だから右バッターばかりとかっていう刻々と変わるもんでしょと東がねアルバムってね一回決めちゃうと永遠に決まっちゃうんですよ<ー>うん、えー、だからね悩むねでそれで失敗したアルバムもあるねーそうですか,かつてねかつてよいやそうですかああこの曲はここじゃなかったなっていう曲はやっぱありますよ あうん、その今、あ、ここの曲、ここじゃなかったっていうのは、何かやはりこの、例えば売り上げとかにも響くんですかいや、それはあんまり考えたことない、ね。ええ、あの、売り上げとかほらもう僕の責任じゃないので。そうですね。ええ。ええ、それはあの、売れるか売れないか、これもう時の運なんで。あの、作って、それを後で引き返す時の責任がね、辛、ええ、いのよ。 なんでこれ、この、ここにこの曲にしたんだろうって悩む曲ありましたよ、<ー>若い頃は。そうなんですね。うん、もう年取ったらね、えー、なんていうのかな諦めの境地そうですか。<laughs> まあ決めたんだもん。ええー。いいんだよ。ってうけど。えー、やっぱりそういう意味では、ポール・サイムの時の流れにっていうアルバムなんかは、もう一曲目から最後の曲までも曲順も完璧に決まってますから、 まあ僕のアルバムでいうと「夢くよ」ってアルバムはもう1曲目から最後の曲まで完璧に曲順決めて撮りましたから、えー、で本当にこの曲順でいいかなって言って僕がギター1本で全曲歌ったテープが残ってますから恐ろしいでしょうね<ー>そんなに一生懸命完璧に作ってた時代があったのにね <laughs> いや今だってそうでしょで今はね,ねもう曲作りに必死で 全曲できてから録音するっていうのがね、難しいね。難しい。難しいね。ストックのない男ですからね、僕は。<ー>ストック一切持たないですから、もうジャンプみたいなもですよ、好きで言えば。<ー>ストック持たないよ。いや、それで、シャーって飛ぶよ。もう何もない。ストックいらないよ。まあ、そうですか。うんうん、それで斜面を、ファーって,ってー、時々、かー、滑落してるけどね。<laughs> はい、頑張れ さて、えー、憧れの加山さんの曲を佐田さんがカバーされました。そうです。はい。お聴きください。<laughs> 旅人よ。えー、先ほどもお話出ましたけれども、加、はい、山さんとこのコーラスっていうのは何度も歌われたそうですけどね。歌いましたね。紅白でも歌いましたからね。そうでしたね。えー、紅白でも加山さんの脇立って、やがてって言いましたからね。<laughs> いい声出してね。そう。えー、しじまがーって歌いましたからね。 いやあ、もう、香山さんの脇に立って旅人を歌うときのあの、誇らしさなんて言うんだろうな。<laughs> 織田信長が殺走と出陣するときの木下東吉郎みたいな気持ちあは、わかります。わかるえ、わかります。うん、もう、もうね、ゾで温めちゃうわ、これ。すごい温めちゃう。<laughs> 温めちゃもうの熱いよ、これって言われるぐらい。<laughs> お前熱あるじゃないかって言われるぐらい温めちゃう。<laughs> いや、でも逆に、香山さんだって、バックコーラスというかね、そばにさださんがいたら、心強いでしょうからね。うん、それはわからない。それはそうは思わないな。そうですか。だけど今回はその、主旋律をお歌いになって、歌いましたよ。難しかった。難しかった。本当に難しかった。か山さんっていう、歌い手の太さ、明るさっていうのは、さだまさしとは、異質の、異次元の、 ああ素晴らしいシンガーなんだなっていうことを改めて確認させていただいて、改めて尊敬し直しました。あ、もう今ね、神戸を垂れていらっしゃいますけど、はい、素晴らしいです。もう今回のアルバムで一番この、おもう一回録音しようというね、うんえー、この楽曲が旅歌。旅歌い直す、歌い直す。えー、これとね、まあ、それに近かったのが翼をくださいかな。あ<ー>知ってる歌だから。<ー>生で聴いてきてるから。 えー、そういう歌はやっぱりね。自分の中の理想もありますもんね。そうなんですよ。えー、れまた、翼をくださいで言うと、山本淳子さんのね、うますぎるからあの人う、まあ。あの人と戦うっていう思いがおかしいよね。いやいや、そんなことないと思いますよ。いや、素晴らしいですよ。もう素晴らしいシンガーの歌ばっかり選んだんでね、今回は辛かったですけどね。でもなんかこう、あのー、 廃校になった学校みたいな扱われ方されている学校の出身者みたいな気持ちになっちゃってね。<ー>誰にも頼まれないのに、ああ、こんな先輩いたなーとか写真をさ、窓辺の日当たりのいいとこ並べてさ、うん、ああ、あいつ元気かなーとか後輩の写真とか並べてさ、一人で同窓会やってる感じ <laughs> いや、でも今、あのね、もうすぐ、この発売になりますけども、楽しみに待ってる人はたくさんいらっしゃると思います。それとね、歌が好きな人はね、えっと、初回分はね、カラオケがついてます。おカラオケがついたらあなた。もう自分でもいけるっていうね。もう自分で歌えるんですよ。だからもうね、初回分をね、急いで買ってください、自分で歌いたい人は。はい。もう、酔いしれるよ。もう、小針直樹とかね、え。まあ、高校時代の同級生ですけどね。 もう予約したって言ってましたからね。そうですか。2枚。どなたかなと思ったんですよ。そ音楽評論家でそういう方いたかなと思った。同級生ですね小針直樹ね。受賞、受賞ってあの、造減の彫刻家なんでね。ええ、偉いやつですよ。こいつなんかもうカラオケうるさいぐらい歌いますから。うるさいって言われてますからみんなに。あ、そうですか。だから、言われてましたもん、さだなんてものを小針に与えるんだまたずっとこいつこれだぞ ま、確かにね。<laughs> 仲良くて何よりですよ。ね <laughs> <laughs> この間のコンサートにも来てくれてましたよ。う有明の。いいコンサートでしたね。あ、本当ですか、はいありがとうございます。えー、あの、青春の3曲を抜いたやつで、ツアー今やってますから、ぜひ<っ>。青春は歌いませんけど、それ以外のサダドンは全曲歌ってます<ー>青春の3曲分は何かっていうと、 その分縮まるんじゃなくて、あそこに25分のトークが入ります。そうなんですね。そうです。もう聞き応え十分だ十分ね。嫌になるほど喋りますから。はい。さて、聞きたいことまだまだあります。ぜひ来週もですね、加山さんのお話聞かせてください。もう1年話せるね。加山さんのことならだって14歳からの。14から憧れ続けてるの。で、さださんからしてみれば14歳からの勝手なお付き合いがあって、で、実際のお付き合いが始まって、ですものね。 20代の後半で初めて加山さん、まあ、その話は来週,、はい、来週しましょうかと。お待ちとります。さだまさし青春フォークロック。